バトントワリングとは、バトンと呼ばれる両端に、ゴム製の重りをつけた金属の棒を回したり、空中に投げたりする演技を行うパフォーマンスないし、それを体系化したスポーツである。メディアを再生する、日本バトン協会のバトントワリングバトントワリングの演技者を、バトントワラーと呼ぶ。軍楽隊の男性の指揮者が、指揮杖を振り回したのが原型とされ、 同様のパフォーマンスを行う女性の指揮者も見られるようになった。やがてバトン演技を行う複数人による編成となり、パレードなどでマーチングバンドと共に行動するようになった。バトントワーリングはアメリカ合衆国の軍楽隊によって一般的になったものだが、このようなパフォーマンスはヨーロッパのフラグスウィンギングやサーベルトワーリングなどの影響を受けたものである。アメリカに移り住んだ オランダ人によって、このようなパフォーマンスが伝えられた。一般的には、第一次世界大戦後の1918年に、アメリカで軍楽隊がパレードの更新の際に式ず絵によるパフォーマンスを行ったのが最初とされている。日本へは1959年に、マナセ・マサオによって紹介され、1960年代に、高山愛子等の演技者によって、学校を中心に広がった。 バトントワリングは2019年の時点で五輪種目になっていない。2001年にテレビアニメ、コズミックバトンガールコメットさんが放映され、宝が玩ングのバトンを売り出した。バトントワリングの世界大会で連続して優勝した高橋の子、稲垣正史がおり、どちらも世界的に有名なパフォーマンス集団であるシルクドゥ、ソレイユに出演している。高橋は、で、稲垣は、 Z で、それぞれソロの演技を披露する重要な役を担っている。さらに次の世代では、渡辺翔子や駒田圭介が、舞台やメディア、CM、アーティストのゲストパフォーマンスなど、プロバトントワラーとして活躍。二人は、ウルトラトワーラースとして、コンビで、ワークショップ活動なども開催し、注目されている存在である。バトンの中央の棒を、シャフト、 両端の重りの大きい肩をボール、小さい肩をティップと呼ぶ。ボールとティップの大きさが異なるため、重心はシャフトの中心から少し外側にある。チアリーディングチアダンス、バレー、新体操、バトンを組み合わせた競技である。日本では特に学校の部活動において、バトントワラーがチアリーディング及びチアダンスと兼任する事例も少なからずある。別して、 次の三種類に分かれる。コンタクトマテリアルは、コンタクトと略される場合がある。これらのバリエーション、組み合わせで、技法は数選手に細分される。また、バトントワリングでは、側転や展開などの技も求められる。イリュージョンなどもその一つである。日本でのバトンの技の名称は、ほとんどが外来語である。元日本代表で、桜バトンクラブ代表のミスタタケが、 バトン技法について基礎から上級者まで YouTube 動画を公開している。女子の競技種目の場合、衣装はレオタードが主である。イベントなどではドレスやチアリーダー風のユニフォーム等も身につけたりする場合もある。レオタードにはスカート付きなどがあるが、種目によって様々である。その他、事故で衣装を用意する場合もある。華やかな衣装を身につける。 競技の種類によって衣装が決められることもある。競技そのもの以外に競技者の表情等も採点の対象となるため、化粧はアイシャドウ、口紅を濃く塗ると、競技者の表情が映える濃い化粧をする場合が多い。また、パレード等で行われるバトントワリングの場合には、競技バトンに比べ転倒の危険が低いため、白いロングブーツを着用することが多い。うてにや、雪、 屋内では白ブーツに変えて白い女性用の長靴を着用する場合がある。現代日本では軽量でラバーテが改良された運動靴などの出現により体育館でのバトントワラーの長靴履きは稀だがアメリカでは地元大学のスポーツチームのロゴや紋章の入ったバトントワラーやチアガール向けのゴム長靴が屋内応援で履かれている。また、 アトラクション遊園地の雨天パレードでも白い長靴が使用される施設も見られる。応援でなく、行進、特にマーチング先導の演技者では、社交帽に似た飾り付き帽子を被るバトントワラーも存在する。1977年、世界におけるバトントワリングの競技人口の急激な増加により、世界バトントワリング連合が設立された。 そして1980年 WBTF 主催の第一回世界バトントワリング選手権大会がアメリカのシアトルで開催された。2015年10月の時点で WBTF に加盟しているのはアイルランド、アメリカ合衆国、イギリス、イタリア、インド、オーストラリア、オランダ、カザフスタン、カナダ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スコットランド、スペイン、 スロベニア、ドイツ、日本、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、プエルトリコ、ブラジル、フランス、ベルギー、南アフリカ、ロシアの計26の国と地域である。日本では年に1の4回バトントワリングコンテスト、年に1回選手権大会が行われる。コンテストは各部門で課題曲が決まっており、演技時間は1分30秒。バトントワリングコンテストの種目は、 である団体の大きな大会として挙げられる一般社団法人日本バトン協会が主催する大会は課題曲は自由演技時間は3から4分間小学生の部中学生の部高等学校の部一般の部に分かれており夏に全国各地の都道府県大会秋に地方大会を経て勝ち残った団体が冬に全国大会に出場できる その他にフリースタイルやコンパルソリー、技能検定もあり、大会の数は多い。その他にフリースタイルやフリースタイルペア、コンパルソリー、ショートプログラム、技能検定もある。ありがとうございます。